成熟した、新核生物メッセンジャー RNA の典型的、構造ポリアデニル化は RNA に、ポリエーサを付加することである。ポリエーサは、多数の AMP から構成されており、RNA をアデニン塩基で新調することに相当する。新核生物では、ポリアデニル化は、翻訳可能な成熟メッセンジャー RNA を、生産するために不可欠であり、 広い意味では遺伝子発現過程の一部であると言える。ポリアデニル化は転写終了時から始まる。特定のタンパク質複合体が RNA3 末端のセグメントを切り離し、そこからポリエーサを合成する。いくつかの遺伝子では切断できる部位が複数あり、そのうち1箇所にポリエーサが追加される。そのため、ポリアデニル化は選択的スプライシングのように一つの遺伝子から 複数の転写産物を作り出す。ポリエーサは、メッセンジャー RNA の安定性に関わり、格外輸送、翻訳に重要である。これは時間とともに短くなり、十分に短くなった時点でメッセンジャー RNA は、酵素により分解される。だが、少数の細胞では、ポリエーサの短いメッセンジャー RNA が、再度のポリアゲニル化に備えて、細胞質に蓄えられている。 最近では、これと反対に、ポリアデニル化は RNA の分解を引き起こす。これは、深核細胞の飛行動 RNA でも見られる。ポリアデニル化が、生物全般に見られることは、これが、生命の歴史の中で、早い段階に進化したことを意味する。RNA の化学構造。塩基配列は、個々の RNA によって異なる。RNA は巨大な生体分子で、 ヌクレオチドがつながって構成されている。ポリエイトは RNA 塩基のうち A のみがつながったものである。RNA は通常、異型 DNA から転写されることで合成される。転写は5末端から3末端に向けて進むため、塩基配列も5から3に向けて表記される。ポリエイサが付加されるのは3末端である。伝令 RNA は翻訳されて、タンパク合成の異型となる。 コーディング領域を含む。その他の部分は、基本薬領域と呼ばれ、メッセンジャー RNA の活性を制御している。非コード RNA という翻訳されない RNA も多くあり、基本薬領域と同じように様々な制御を行う。各において、ポリエーカは転写終了時に行われる。ポリエーサはメッセンジャー RNA を、細胞質での分解から保護し、転写集結。 格外輸送、翻訳を補助する。深核細胞のメッセンジャー RNA はほぼ全てポリエイ化されているが、動物の複製依存的ヒストンメッセンジャー RNA は例外である。これは、深核細胞のメッセンジャー RNA がポリエイサを書く唯一の例で、プリンリッチ配列に続くステムループ構造で終端し、切断箇所を示している。この構造は、 ヒストン下流要素と呼ばれる。多くの真核細胞のコー度 RNA は転写終了時にポリエー化される。皆のように末端がプロセッシングで除かれるため転写中間体にはポリエーサがあるが成熟 RNA にはないものもある。だが、例えば X 染色体の不活性化を調節するイグジストなど遺伝子発現制御を行う多くの調査コー度。 RNA では、ポリエーサは成熟 RNA の一部である。新核細胞核でのポリアデニル化の対象は、RNA ポリメラーゼ2により作られる、メッセンジャー RNA 線具体などである。多タンパク複合体が3末端近くを開列し、そこからポリエー化が始まる。改列は、酵素 CBSF によって触媒され、結合部位から1030塩基下流で起こる。 この部位にはよく RRR 配列があるが、多少変化しても CPSF は結合することができる。別の二つのタンパク、CSTF と CFI もこれに関与し、CSTF は CPSF 結合部位の下流にある自由立地領域と結合する。CFI は、さらに別の箇所を認識し、RRR 配列が失われても CPSF を媒介することができる。 ポリアデニル化シグナルは分類群によって変化する。人のポリエー化部位はほぼアウアーア配列を含むが、この配列は植物、菌類では珍しい。CSTF は RNA ポリメラーゼ2とも結合しているため、転写後すぐに配列を行うことができる。詳しくはわかっていないが、配列には CF 部というタンパクも関わる。ポリエーカシグナルに伴う配列部位は、 50塩基程度は変化することができる。RNA が改列すると、ポリエポリメラーゼによるポリエ化が始まり、ATP を用いて、ポリエーサを伸長させていく。その後、別のタンパクパブニが短く新しいポリエーサに結合し、RNA とポリエポリメラーゼの親和性を増加させる。ポリエーサが約250塩基に達すると酵素は CBSF から外れ、 ポリエー化は終了する。c p s f は RNA ポリメラーゼ2と接触し、転写集結を伝達する。ポリエー化機構は RNA イントロンを除去するスプライスソームとも物理的に結合している。ポリエーサはポリエー結合タンパク質結合部位として機能する。ポリエー結合タンパクは RNA の格外位相、翻訳を促進し、分解を妨げる。 酵母では、ポリエーサを短縮しメッセンジャー RNA の核外移送を可能にするポリエーヌクレアーゼの結合も媒介する。メッセンジャー RNA は、ポリエー結合タンパクとともに細胞質に移送されるが、移送されなかったメッセンジャー RNA は、エキソソーム複合体によって分解される。ポリエー結合タンパクは、翻訳に影響する様々なタンパクの結合も媒介し、 そのうちの一つが 40S リボソームサブユニットを媒介する IF4G である。だが、ポリエーサはすべてのメッセンジャー RNA の翻訳に不可欠というわけではない。深核生物体細胞では、細胞質にあるメッセンジャー RNA のポリエーサは次第に短くなり、翻訳が妨げられて分解が促進される。だが、これが起こるにはかなり時間がかかる。このプロセスは、 メッセンジャー RNA の三非翻訳領域と双方的なミナによって加速される。乱母細胞では、ポリエーサが短縮されたメッセンジャー RNA は、分解されないが、代わりに翻訳されずに貯蔵される。この RNA は、乱胞形成中に細胞質でのポリエー化によって、再活性化される。動物では、ポリエリボヌクレアーゼは5キャップに結合し、 ポリエーサから塩基を除去する。5、キャップポリエーサの保護は、メッセンジャー RNA 分解の制御に重要である。RNA の5キャップに翻訳開始因子 4E、かつポリエーサに翻訳開始因子 4G が結合している場合、パーンによる脱、アデニル化は減少する。脱、アデニル化は RNA 結合タンパクにも制御される。一旦、 ポリエーサが除去されるとゴーキャップも除去され、RNA は分解される。酵母からは、脱、アデニル化に関わると見られる、他の酵素も見つかっている。同じ遺伝子に異なるポリエーカを施した結果多くの、高度遺伝子は、複数のポリアデニル化部位を持つため、酸末端が異なる複数の、メッセンジャー RNA を高度していると言える。大体ポリエーカは酸非翻訳領域の長さを、 変更するため、それが含むミナ結合部位も変更される。転写産物を安定化するミナもあるが、ミナは翻訳を抑制し、それが結合したメッセンジャー RN 米の分解を促進する傾向がある。代替ポリエイカはコーディング領域を短縮し、別のタンパクを作ることもあるが、三非翻訳領域の短縮よりは珍しい。ポリエイカ部位の選択は、 細胞外からの刺激に影響されるほか、ポリエイカ酵素の発現にも依存する。例えば、マクルファージのリポタトへの反応として、切断刺激因子のサブユニット CSTF-64 の発現が上昇する。この結果ポリエイカ部位が変更され、防御タンパクメッセンジャー RNA の3、基本薬領域の調節エレメントが除去される。 このようなメッセンジャー RNA は長い半減期を持ち、より多くのタンパクを作る。ポリエーカ機構以外の RNA 結合タンパクも、ポリエーカ部位の選択に影響し、例えばポリエーカシグナルの近くを DNA メチル化するなどの方法で行われる。動物の初期肺発生、または神経細胞のシナプス抗談では、細胞質でのポリエーカが行われる。 短縮したポリエーサを伸長することで、メッセンジャー RNA を翻訳することができる。短縮した鎖は約20塩基だが、伸長された鎖は80、150塩基になる。マウス初期配では、母親由来の RNA を細胞質ポリエー化することで、2細胞期の途中まで転写が始まらないにもかかわらず、細胞を成長することができる脳では、細胞質ポリエー化は記憶の形成に、 重要な長期増強に関わり、学習中に活性化される。細胞質ポリエイ化は、RNA 結合タンパク CPSF-CPB を必要とし、プミリオのような他の RNA 結合タンパクも関わる。細胞の種類により、核と同じポリエイポリメラーゼ、細胞質ポリメラーゼの GLD-2 のどちらかが用いられる。少なくとも、酵母では、 トレナナスナナスノーナを含む多くの非高度、RNA で、ポリエイカは RNA 分解を促進する。核においては、トランプ複合体により、約40個の塩基が酸末端に付加されることで、ポリエイカが行われ、その後エキソソーム複合体により分解される。ポリエイサはトな断片からも発見され、A のみのホモポリマー、ほぼ A のヘテロポリマーの両方が見られる。 多くの細菌は、メッセンジャー RNA、非ード RNA 双方をポリエ化できる。ポリエーサは、デグラドソームの2つの RNA 分解酵素、ウペイスとネッシの働きを促進する。特有の二次構造がサン端をブロックしていても、ポリエーサで RNA を伸長することでウンペイスは、新しいサン端に結合することができる。と分解を繰り返すことでペスは、 少しずつ二次構造を解体していく。ポリエーサはエンドリボネクレアーゼでの分解も促進する。最近のポリエーサは約30円基の長さである。動物、トリパノソーマのミトコンドリアは安定なポリエーサ、不安定なポリエーサ双方を持つ。不安定な鎖はメッセンジャー RNA と非ード RNA 双方で見られる。ポリエーサは平均43円基である。 安定な鎖では、ゲノムが終止コドンの UUA までしか高度していない、ため、ポリエーサは終止コドンの一部となっている。植物ミトコンドリアは、不安定なポリエーサしか持たず、酵母ミトコンドリアは、ポリエーサを全く持たない。多くの細菌、ミトコンドリアは、ポリエーポリメラーゼを持つが、ウンペイス自身もポリエー化を行う。この酵素は、細菌、ミトコンドリア、葉緑体、 コサイキンエキソソーム複合体の構成部品に見られる。AA の選択性は完全ではないが、ほぼ A のみを用いて3末端を新調できる。葉緑体でも、細菌のように、ウペイスによるポリエイカは RNA 分解を促進し、おそらくコサイキンでも同じである。ポリエイカは、あらゆる生物に見られるわけではない。だが、全ドメインの大部分の生物が、この機能を持つことから、 全生物の共通祖先がおそらく何らかのポリエーカ機構を持っていたと推定される。メッセンジャー RNA をポリエーカしない生物は進化の過程でこの機能を創出したと考えられる。その実例は最近マイコプラズマギャリセプテカム、コード高使用菌、ヘイローファークスバルケイニーから得られたメッセンジャー RNA のみで真核生物では確認されていない。 最も古いポリエイカー酵素は RNA を分解する複合体の一部である、ウペイスである。この酵素は RNA を3末端からカリン酸分解し NTP に変換する。この反応は可逆なため RNA にヌクレオチドを付加して伸長させることもできる。エネルギー通貨である ATP が他の NTP より高濃度であるため伸長した鎖は A リッチである。 RNA 分解への a グサリの関与が、その後のポリエーポリメラーゼの進化を促したことが示唆されている。ポリエーポリメラーゼの起源は古くなく、トレナの酸末端を終端する CCA 不可酵素から、細菌と深核生物で独立に進化した。その活性ドメインは、他のポリメラーゼと相当である。深核生物への 最近の CCF 加工素遺伝子の水平電波により、コサイキン様 CCF 加工素が、ポリエーポリメラーゼに機能を変更することができたと推測されている。コサイキンや卵巣は、ポリエーポリメラーゼを進化させなかった。上で述べられてきたように、最近では、メッセンジャー RNA のポリビブの長さを調節する、ことが転写後の段階で遺伝子発現を制御する。 効率的な手段であることが明らかになってきた。実際、発生初期では転写は抑制されており、遺伝子発現は主に細胞質のポリアデニル化によって制御されている。体細胞ではデアデニル化による負の制御のメカニズムの解明がかなり進んでいる。しかし、ポリビブの身長による性の制御については、観察された長さの増加が、 新しいメッセンジャー RNA の合成によるものなのか、デアデニル化の減少によるものなのか、それとも細胞質ポリアデニル化によるものなのかの区別が困難なためあまり研究されていない。このためデアデニル化酵素が抑制された条件下で転写パルスチェース解析を行う方法の開発なども行われてきた。 ポリエイカは1960年、細胞核抽出物内の酵素が ATP をポリアデニンに変換したことから発見された。多様な細胞から見つかっていたにもかかわらず、1971年にポリエハイ配列がメッセンジャー RNA から見つかるまで、その機能は不明のままだった。当初は酸末端をヌクレアーゼから保護するだけと考えられていたが、その後に、 格外移送や翻訳の際に果たす役割が解明された。関与するポリメラーゼは1960年代に生成され、1970年代に特定されたが、それを制御する無数の補助タンパクが発見されたのは1990年代初めになってからだった。ありがとうございます。